四人による争いとなります。日本維新の会の馬場代表の後任を決める代表選が今日告示され。共同代表の吉村洋文大阪府知事。金村隆奈副幹事長。空元正規衆院議員。松沢重文参院議員の四人が立候補を届け出ました。先月の衆院選で議席を減らしたことを受けた党の再建策が最大の争点で。党開票は。 来月1日の臨時党大会で行われ新しい代表が選出されます。